ぼう、あの事故の後、ワンちゃんの飼い主さん俺に来たよ。お菓子もらった。美味しかった。それ確実に俺食べてないよね。ほんとムカつくなこいつ。ででーん、いや、あの、キューチーのおばさんを膝にはべらせてる感想はどうかしら。シャコガイを乗せてる感じです。だからどっちかっていうとジューシー。でーん、おい、おい、大変だ、全体つい盛り上がっちゃって。で、でよっかで、ああ、痛い。大丈夫？あ、ま、私の方こそ、キャ、いやだ。ごめんなさい。なんか振る。で、よく考えたら映画館の中で撮影とか無理に決まってますね。マスズさん大失敗の巻。てへじゃねえ。で、俺が何年神様やってると思ってる。神？てなわけで新入生諸君、俺、ゆきひより今日から高校デビューすんで、しくやろー。ほらーしー。てへへへへじゃない。で、テール、もっと力を抜かないと。それいけない、外しちゃった。ここで無理にアイドルっぽくせんでもいい。で、ここでいいんだろう。いえ、蔵です。は、カホさんは蔵だと言っていました。いやー、うちには蔵がないから間違えちゃった。デベロとは言えんよな。で、俺のモットーは諸子貫徹なので。敵滅のセカンドブリッドを食らいたくなかったらそれ以上は口にしないことだ。で、16歳と言ったら同意があれば結婚もできる年齢ですから、希望を持ってください。最も愛は用務ですけどね。だから愛に裁判長は無理だと言ったのよ。でも仕方ないですよ。で、俺たちはフェアリーという花に惹かれる蜂のようなもんだな。どんな子がいるんだろうな。さっき店にいた子たちみたいにキラキラした子たちが。で、お嬢様の匂いを追っているうちになんだか盛り上がってしまい、通りがかるひとしを襲っていたのです。このことはここだけの秘密ですよ。え、お前かあ。で、じゃあまな板を用意します。あ、間違えちゃった、ごめんね。木下さんのお胸があんまりにもまな板に似てたから、先生間違えちゃったぞ。テヘペラリンゴちゃん。キャピキャピ。で、桃地が工場で見た人影って目たちなんだよね。カマリをポケットに忍ばせたの。ごめんね。で、バトラパーティー最優秀バトラは、この後高野祭での発表をお楽しみに。なんや、子供できたんか。おい、起き上がるんもままならん大怪我言うけん、心配して来てみたらピンピンしとるやないか。だってしのぶ、連絡してもなかなか帰ってこんけん、お母さんが一芝居打ちました。おかん。で、おお。でいうか、キクちゃんいくつ。お肌ツヤツヤ年齢です。で、高視力バリアー。割れちゃった。マイル！バカな、貴様生きていたのか。死ぬかと思った。でへっ、こしゃくんな。で、安心して、おじさま。ここでは監督だと言っているだろう。そうでした。で、ねえ、私綺麗かな。タックンのお嫁さんにふさわしい。どういうことだこれは。え、白幕の方が良かった？そうじゃなくて、なんで花嫁衣装選んでんだ。いやーん、そうよね、ご両親とお会いするのが先よね。愛ちゃん慌てんぼ。てへ、頼むからな、頼むからちゃんと会話しよう。で、実はほんのちょっとだけ薬が効きすぎちゃったみたいで。てへペロ。ついに
てめーで、ちょっと食堂で待ってたんですけど、滑っちゃった。てへじゃねえよ、包丁持ったまま歩き回るなよ、怖えって。しかも一匹仕留めてるよ。熟練の殺し屋なのだよ。で、そんなこっちゃ本当に進級できなくなるわよ。まあ、やる気ならありますわ。ただ、苦手なものはどうにも苦手ということでして。お前それでどうやってうちの高校入ったんだよ。まさか裏口入学？マジでか？というのは冗談ですが。で、可愛いけども。で、うん。男らしいも何も男ですよ、その方。いわゆる男の子じゃないですか。で、もうなんでこれくらい言えないの。いい、ベロニカはシーレーブなボイニーチュ。いやー、僕まで連れてて噛んじゃった。え、恥ずかしい。あざといですわね、男のくせに。だって僕みたいに可愛い子が女の子のわけないもん。で、ラダダギさん、あちくじ、僕の名前をミュージカルみたいに歌い上げるな。僕の名前はアララギだ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。で、ラララメさん。乗った方がいいのか。僕の名前をミュージカルみたいに歌い上げるな、だっけ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。やっぱそこまでやるんだ。やりたかっただけか。で、あっちちやっちゃったって。カレーに肉じゃがにハンバーグでしょ。それにチャーハンと豚汁に、あとプリン。ミーア、料理本とかちゃんと読んだ。誰の見よう見まね。ミーアは味見しなかったの。脱皮前は食欲がなくなるから。